はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はマージマンション撮っていきたいと思いますが、現在ディンジーのニューヨーク物語あと40何秒で終わりますのでとりあえず回収するものは回収し、経験値などあとは結局12までで終わっちゃいましたね。あとはまあいろいろ売却しておきましょう。これも売っちゃうか。売る。これも売れるんだ売れそうなものは売ります。これも売れるんだね。全部売ったすっきり。これでイベントが終了しましたので、どうなるんだろう。これでん、ちょっと待ってね。売り払ったらまずかったあ、回収。あ、よしよしよし、よかった。回収したアイテムを、ちょっと待って、とりあえずいらないものを売ろう。はい、一回これも。で、これなんだっけ、パウダーパフレベル1、合体させるとヘアピンを作れますということで、ヘアピンレベル2、合体させると爪ヤスリを作れます。これ何かと思ってた、ナイフかなんかだと。爪ヤスリね。で、爪ヤスリレベル3を合体させるとメイクブラシを作れます。で、メイクブラシレベル4を合体させるとアップグレードできますということで、メイクブラシレベル5と。ついでにレベルが上がるかな。あ、レベルが上がりましたね。やった。ちょっと待ってよ。あ、これで最大レベルなんだ。残り物どうしよう。ってことは多分レベル、こんなに頑張らなくても、おそらくレベル、どうかな ?6 とか7ぐらいで大丈夫だったのでは。たくさんあっても邪魔だな。これで最大レベルだもんね。ちょっと待って、面積、若かりし頃のリンジー・ボールトン。あ、おかっぱみたいな髪型だったんだね。で、自由の女神レベル2、ウォールストリートで一旗あげるためニューヨークへ移住。はい、これ何、金庫レベル3、一族の財産に命運をかける。で、お牛レベル4、上昇相場で成功を手にするのは簡単だった。はあ、優秀だったんだね。で、お金の袋レベル5、抜け目のない投資で財を築く。ちょっとこの回収しよう。一気に出したのは失敗だったか。これさ、いくつか壊れるのか、このままなのか
りあえずヘアピンを間違いなく半端になりそうなので売ってしまうか。うん、で合体しクマレベル6。しかしウォールストリートの暴落とともに失速。ほんとね、あの大恐慌の時はニューヨークの方では本当に自殺者も相当出たみたいだもんね。でもお金より命だよ。クマを合体だ。えい。空の金庫レベル7。彼女は一族の破産を恐れた。んー、財産持ってどっか隠しちゃったのかな、財産を。どうしたんでしょうね、財産を。スペース、ちょっと待って、これあれだな、下手にレベル12とかにしちゃったからこんなにいっぱいもらえたけど邪魔だな。え、でも捨てるのもちょっと、合体できるといいんだけどな。とりあえずレベル上げておくか。やっと25になりましたね。ただちょっとスペースがあれなんで出すのためらうな。何本か売っちゃってもいいかな。もうなんか抜き差しならない状態に。ちょっと貯金箱回収しようか。剪定バサミ、もう一回これも売ろう。剪定バサミすぐできるからね。貯金箱をちょっと2つ崩そう。案外お金出てきた。この子もびっくりした。隣のアイテムが吹き出してきたんだ。これもいっか。本当はね、別に今いらないアイテムとかも結構あるんだよね。お金はとりあえず。最近あれだな、なんか通信あんまり良くない感じが。
ブラシね、まだあるんだよね。あ、このイベントそこまで頑張らなくてもよかったな結構このブラシが1本あればいいのかな。そうするともうレベル5とか6でも全然いいのかなって感じだね。じゃあこのとりあえずリンジーさんの話、でもこの分だと次回までにもなんかクリアできちゃいそうな感じがしますというわけで、よいしょ、今回はここまでにしたいかなと思います。じゃあご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はおそらくこのリンジーさんのイベントのこのエンブレムですね、これを取り付け、いやでも次回までは厳しいかな。次回はでもほかはアイテムが出たらって感じですね。手袋かペンキのどっちかがあと1個でもなんか出たらっていう感じです。では今回はここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。